夏も近づく、せきたくすぜいやん。せきたくすぜいやんです。あ、どうも、関明夫公認モノマネ伝道師こと深夜の放送部コタックです。あと2年はこの自己紹介で行きますんで、僕のことを覚えていただいた君たちは関明夫の公認のモノマネの人ですよねと街で声をかけてください。以後よろしくお願いします。昨日今日と反響すごくてありがとうございました。で、明けて今日なんですけども、この関明夫さんとお会いさせていただいたおかげさまで登録者の方もぐんと増えまして、これ登録者が増えたということは、まあ、これ登録者が増えたということなんですね。で、やっぱり新規で初めて僕を見つけてくださった方も多いと思いますんで、最近言われたんですよ。お前のダメなところは登録しているのを友達に知られたくないほどの下ネタ、そして身内乗りだと。はい、その通りです。このありがたい、どっかの誰が言ったのかもわかんないご指摘をいただきましたんで、ちょっと登録者100万人も近いということで、改めて今回僕がどういう人間かというのをある動画を使って解説していこうと思います。っていうのも最近いろんな YouTuber の方もやってるので、知ってる方もいるかもしれません。それがこちら、生き様チャンネル。まあ、僕は昔何様チャンネルって呼ばれてましたけど、まあ、それを置いといて。はい、こちらの方、いろんな YouTuber の方の生き様を自分で調べて解説してるっていう非常に新しく面白いなという方なんですが、その方がね、僕のこともありがたいことにまとめてくださってましたんで、それを見ながら当時を振り返って改めて僕がどういった人間なのかっていうのを知っていただこうかなと思います。まあ、昔からの方とか知ってると思うんですけど、まあ、今一度僕も楽しみですね。見ていこうかなと思います。じゃあ早速いきましょう。オープニングゼイヤ、ジャス再生します。どうぞ。本日は YouTube でラジオ配信という独自のジャンルを開拓し、圧倒的な人気を誇るタック TV さんを取り上げていきたいと思います。彼がどういった経緯で動画投稿を始めたのか、そして社会派 YouTuber としても様々な顔を持つ彼の行動には、え、ちょっと待って、ハライチの岩井さん違いますよね。似てるな、イケメン。ちゃんとした理由があったんです。ここでクイズです。タックさんは様々な場所で活躍できる国家資格を持っています。その資格とは何でしょう。答えは動画の中で。あ、これ先に正解言っとくんですけど、いい男検定1級です。すいません、黙ります。タックさんは1995年のクリスマス12月25日に福岡県で生まれます。動画で見せる早口でどっしりと構えた喋り方から、それなりに人生経験を積んでいる方と思い浮かべますが、タックさんはまだピチピチの20代前半。よく動画でゆゆうたさん、金子彩さん、ほのかさんとコラボをしていますが、実はこの中でタックさんが最年少なんです。そうなんですよ、これ今年ね25なんです。あの路中の伝説朝倉未来さんもスパーリングしてもなお30代だと思ってたそうですね。はい、あの要約すると老け顔です。そんな彼は母子家庭の3人兄弟の長男として育ちます。少年時代は非常に貧しい家庭で過ごしたそうです。はい、こちら確かにめちゃくちゃ貧しかったけど、そんな写真みたいには貧しくないよ。少年時代を振り返ったインタビューでは、学校で先生から特定のものを買ってきてくださいと言われると、買えないのが分かっていたので、いつもビクビクして、学校で使うならお前らが買って用意しろよと思っていた。友達に痩せてて羨ましいと言われると、食事の量も限られていたので、どうやったらそんなに太ることができるのか本当に不思議で仕方なかったと思っていたと、なかなか貧しさを感じるエピソードも赤裸々に話していました。そうなんですよ、この裁縫セットとかも買いたくなかったし、スクール水着とかに至ってはふざけんなと思ってましたね。買いパンであんなすんのみたいな。しかも兄弟年子やからかさばんのよ。はい、そして学校での彼の生活は、友達は多かったもののいじられることが多かったとのこと。当時は自分の人生はこのまま我慢し続けて終わるのかなと常に考えるネガティブな生活を送っていたそうです。普段動画で見ている明るいタックさんからは考えられない過去ですよね。そうですね、結構繰り返し言ってますけど、あれは僕じゃなければいじめだったと思ってますね。いじりあるあるなんですけど、仲のいいやつのいじりには愛があるけど、その他はなんだお前ですね。今ここです。高校へ入り、まさかタックさんは高校に入り、国家試験の一つ調理師免許を取得します。あ、答え言うんや。動画投稿当初は調理師免許を持っていることを公表していなかったので、ツイッターやインスタに載せている手料理を見ていた視聴者からは、なんでタックはこんなに料理がうまいんだというような疑問の声が多く寄せられました。今は調理師免許を持っていることを視聴者に公表しており、実際に YouTube にも自分が作った料理動画をたくさん投稿しています。興味がある方はタックさんのサブチャンネルをぜひご覧ください。さて、そんなタックさんは高校卒業後、進学せずにパチンコのホールスタッフとして働き始めます。彼がパチンコ店で働き始めた理由は、お金を貯めてお笑い芸人になるため。実はタックさんはこの時から自由な仕事がしたいと強く思っており、当時本当に自分がやってみたいと思えることがお笑い芸人だったそうです。そしてお笑い芸人の道を進むと決めたタックさんは、19歳の時に3つ年上の元相方スルク広大さんと出会うことになります。お、俺も見たことない写真や。2人の出会いのきっかけは、なんとネットの掲示板。当時タックさんがお笑いコンビの相方をネットの掲示板で探していたところ、偶然見つけたのが広大さんだったそうです。そんな奇跡の出会いを果たした2人は、お笑いコンビオーキードーキーを結成します。オーキードーキーのツッコミ担当はタックさんで、ボケが広大さん。タックさん曰く、当時の2人は尖り散らしており、芸風やネタもかなり過激なものが多く、ライブに出演しても滑るのが当たり前だったそうです。そしてテレビ局やイベントの関係者からは、コンプライアンス的にその笑いじゃテレビには出られないと言われ、福岡一の嫌われ芸人というレッテルまで貼られることになりました。まあ、そうですね、記憶にあるもので言えば、
ムラバーガーみたいな話をしたらライブデッキになりました。登場の時にハッピーターンを食いながらライブ出たらクビになりました。先輩の芸人とライブの待ち合わせで駅前で合流した時に、うわお前らみたいなスーツの格好のやつ嫌だって服装をいじってきたんですよ。普通後輩はいやーって一言目がそれかいとか、まあ、突っ込むのが普通だと思うんですけど、その時相方がお前頭突きして脳天勝ち割るぞって、ただの脅迫してリアル突っ込み入れようとして二度と口聞いてもらえませんでした。僕は横でケタケタ笑ってました。あれ今思うとただの失礼ですよね。すいませんでした。タックーさんはその当時の心境を、お笑いの世界って思ったのと違う、自由そうに見えてルールが厳しいという現実を知ったと話しており、お笑いを始めるきっかけとなった自由な仕事がしたいの実現は難しいと思うようになりました。そんなお笑い芸人として伸び悩んでいた時期に彼に大きな転機が訪れます。お笑いを始めて1年ぐらい経った頃に、当時のマネージャーから新たな道への提案が、それは自由な世界 YouTube への道。当時のマネージャーは YouTube ならもっと自由が効くんじゃないか、ここだけちょっと訂正なんですけど、昔の上司で YouTube やらないかって話をくれて、やるなら俺がマネージャーをやるよって感じで誘ってくれました。はい、タックーさんをスカウトしたそうです。その提案を受けた彼は、人間関係をほとんど必要としない YouTube の世界は本当の意味で自由なんじゃないかと受け入れ始めることを決意します。しかし YouTube を始めることを決意したのはいいものの、動画投稿の始めはひどい状態だったそうです。タックーさんは今までパソコンなんて触ったことがほとんどなく、動画編集ももちろんできません。そしてそもそも YouTube すらほとんど見たことがないという無知の状態。そんな状態で商品レビューや〇〇をやってみたなどの動画を上げていきますが、全くヒットせず再生回数も伸びずじまいでした。あ、恥ずかしい恥ずかしい、特におもんなやつ貼ってるやん。それでも必死にできることは全部やろうという前向きな気持ちで動画投稿を続けますが、心が折れてしまうような出来事が次々に起こります。今ここです。ここから YouTube 人生の低迷期に入り、自由の代償は過酷な道だったことを深く実感します。タックーさんはとあるインタビューで、この時期は辛いことがたくさんありましたと本音を明かしています。実際にそのエピソードを紹介しますと、自分で作ったオリジナルの名刺を駅前で配るが、その辺に捨てられる。そうありましたね。春ぐらいだったかな。まあまあ暑かったかなと思いますね。まあこの時すごい心痛かったんですけど、ただ先週ぐらいですね、この当時配ってた名刺を未だに持ってる方から一件だけ連絡が来まして、この時のことが報われたなって感じましたね。ありがたい。頑張って作った動画の YouTube のコメント欄に、迷惑なんでやめてくださいと書き込まれる、お金がなく税金はローンで借金して納付する生活などなど、彼はこのことを思い出すだけでも未だに胸がギューと苦しくなるそうです。しかしそんな過酷な状況の中でも、タックーさんが諦めずに動画投稿を続けられたのは大きな理由が隠されていました。お笑い芸人時代からビッグマウスだった彼は、これは絶対に有名になる、これで絶対成功してやるという言葉を心の中にしまっておくだけではなく、あえて周りの人たちに言っていたそうです。確かにそういった行動をすることで、自分で後に引けない状況を作り出し、必死に頑張ることができますよね。さらにタックーさんのその言葉の裏側にある自信にも大きな理由がありました。そうですね、多分これは人によりけりですけど、僕は追い込まれないとやらないタイプだったので、あえてこういう選択を取りました。だから一概にこの方法が成功法かなとは思ってません。いや真面目か。それは昔から持っている要領の良さです。彼は高校の頃も単位を逆算して、進学できるギリギリのところまでやって、あとは休みを作ってはずっと働いていたそうです。学校や社会に適している人物ではないと言われたら否定はできませんが、誰よりも生きる能力は長けており、彼も生きることに対しては自信があると話していました。ゴキブリの生まれ変わり。その言葉通り、彼は YouTube で生きていくため、毎日一人で12時間から14時間ほどパソコンに向かって、成功する方法を考えては勉強し、できなかったことや目標などをひたすら紙に書き出していったそうです。その試行錯誤の努力の毎日が、今のタックーさんのラジオ配信という動画スタイルの確立につながることになります。そう、これはすごくお勧めしたいです。考えて考えて書き出していくことで、急にパーンこれだって出てきた夜中4時、はっきり覚えてます。その時ね、伝えるためにマネージャーに電話したのも覚えてます。今ここです。1年の期間を経てようやくたどり着いた新たなスタイル、彼はここから圧倒的な成功への自信とともに人気を爆発させていきます。2017年8月に現在のチャンネルタックー TV レディオを開設します。そしてチャンネルが開設された数日後に、誰もが驚くような動画が投稿されました。それは、来月で目標いかなかったら YouTube やめますという動画です。なんとチャンネルを開設した約1ヶ月後の9月末までに登録者が2000人を超えなければ YouTube をやめるという内容でした。2000人という数字は当時のタックーさんからしたらかなり厳しい難易度で、当時の視聴者は誰もが無謀なチャレンジだと思っていました。さらにタックーさんが自分に課した試練はこれだけではありません。自分が所属していた事務所に対して、もしこれがうまくいかなかったら2ヶ月で辞めると後には引けない宣言をしました。タックーさんが視聴者や事務所に対してここまで言えるのは、自分が見つけた新しいスタイル、ラジオ配信に絶対的な成功への自信があったからだと思います。その言葉通り、タックーさんのチャンネルは9月17日の時点で登録者は約5400人に増え、9月末までには余裕で1万人を超えるという快挙を成し遂げました。これ冷静にすごくない？ちょっとうざくない？そんな彼の当時のコンセプトは、 YouTube であえてラジオをやるです。チャンネル名タックー TV レディオの名の通り、ラジオのようにトークに集中してもらえるように顔出しをやめ、今が旬な話題を約3分弱という短い時間で取り上げるスタイルが爆発的な人気を呼びました。さらに彼がお笑い芸人時代から持っている饒舌なトークとテンポよく進むユーモアあふれる編集で多くの視聴者を魅了し、チャンネル開設から約3ヶ月後の12月には10万人を突破。その活躍ぶりは多くの YouTuber の目にも留まり、生き様チャンネルでも取り上げた東海オンエアの哲也さんに、一番好きな YouTuber
ーとして挙げられたり、自らネタにしてきた水溜りボンドのパンタさんとも動画でコラボを果たすなど、誰がどう見ても成功している YouTuber として名を広げることになったのです。あ、キャンタ君だ。で、ここに関明夫公認モノマネを追加でお願いします。今ここです。着実に登録者を増やしているタックーさんですが、ここでとんでもない事件が訪れてしまいます。事の始まりは2018年2月18日の夜に来た一通のメールでした。なんとそのメールには殺害予告、爆破予告、脅迫の3コンボが記載されていたのです。一番強い3コンボ来とるかな。さらにメールには特定の動画を全て削除しろ、もしくは30ビットコイン払えという難しい要求も記載されていました。ちなみに30ビットコインは当時の日本円に換算すると約3700万円に相当します。タックーさんはこのメールを受けて事務所と相談し、さすがにお金は払いませんでしたが、指定された動画は全て削除することにしました。そしてさすがにタックーさんも一線を越える嫌がらせを受け、動画投稿の更新頻度も落ちるかと思われましたが、彼はノーダメージ。悪質な視聴者の嫌がらせに対して全く何もないですねと意に介していない様子で、今までと変わらず動画投稿を続けています。ノーダメージではないですけどね。まあ、警察から連絡が来て面倒でした。しかもその時世間話みたいな感じで、どんな動画上げてるんって言われてスマホを見せようとしたら、最新の動画が警察の闇的なやつだったんで、それが一番冷や汗かきましたね。いや、僕もタックーさんを2年前ぐらいから知って見てるんですけど、軽快なテンポの動画いいですよね。数分の動画なんでさらっと見れますし、この動画を撮影する前にタックー TV が面白いと思う YouTuber ランキング見たんですけど、僕が特に最近よく見ているフライアンさん、東海オンエアさん、コレコレさん、モコーさん、直木マンショーが入っていてテンション上がりました。ちなみに僕の夢は直木マンさんと会うことです。あ、伝えてください。はい、皆さんこんにちは。誰か会わせてください。あと僕もタックーさんと同じ福岡に住んでるので、ワンチャン街中で会えないかなとか思ってます。福岡なんですね。同居です。はい、では本編に戻りましょう。今ここです。タックーさんは動画投稿を通じて積極的な社会活動も行っていきます。そして社会派の一面を持つ YouTuber になることに。2019年5月4日に若い女性が大阪駅ビルから飛び降り自殺をしたという事件がありました。その事件が報道され、タックーさんは自殺についてという動画を投稿。この動画ではタックーさんは自殺問題について、ネット上には同じ人間が死のうとしているのに下でスマホを向け SNS に投稿する人、その人たちの異常性に物申す人や、逆にそれを偽善だと批判する人、自分には迷惑がかかっていないのに自殺者に対して迷惑だと批判する人、無関心な人の4種類の人間がいる。 SNS によって誰もが飛び降り自殺について語れてしまう時代になった。でも自殺問題は誰かを叩いたり悪者にしても何も解決しないと持論を展開しています。これは今も変わっておりません。そしてタックーさんは、発信力のある YouTuber だからこそできる活動がしたいと考え、悩みを気軽に相談できる場所、コンテンツを作るため24時間いつでも DM で相談を受け付ける Twitter アカウント、タックー TV 相談アカウントを開設しました。このアカウントは開設からたった2日で8000人のフォロワーを集めるなど大きな反響を呼び起こします。そしてこのアカウントには、いじめで自殺を考えている学生や誰にも打ち明けることができないような悩みを抱えている人から次々と相談が寄せられました。タックーさんはその寄せられた相談には全て返信をすると約束をしており、動画やイベントなど忙しい時間の合間を縫って相談者一人一人に返信を送っているそうです。さらにタックーさんの社会活動はこれだけではありません。日本の農業衰退を食い止めるという思いから農業チャンネル兼ブランドも開設。このチャンネルでは若者に農業への興味を持ってもらうため、実際にタックーさん本人が農業に取り組む様子が映し出されています。忙しい中、農家の人手不足解消に一役買って出れる行動力、とてもかっこいいですよね。はい、この2つはね、今も水面下でやってます。いろいろ進めばお話できるかなと考えてます。実はタックーさんのこういった社会活動の背景にはしっかりとした理由があるんです。彼は自分がやってる社会活動に対して、誰か一人が社会活動をしたところで世の中が良くなることはない、全くやらない人がほとんどなのも事実という現実を深く理解した上で、俺は他の人たちよりも頑張っているよと自分に言い聞かせられるのが生きる上でのモチベーションとなっているそうです。なので社会に貢献するというより自己啓発的な意味合いで社会活動を行っているとのこと。農業以外にも若者がいろいろなことにチャレンジできる学校を作りたいという幅広い未来も視野に入れているタックーさん、今後も新しい活動から目が離せませんね。まあ、そうなんですよ。まあ、ここあんまねしょっちゅう言ってないですけど、結構今でも偽善だとか逆にすごい善人だと言ってくださる方もいらっしゃるんですけど、そうではないんですよ。正直言って自分のことを善人だと感じたことはないです。ただちょっとこの通り大げさな言い方をすると、自分の生きるモチベーションにつながることが今言ったものだったってだけです。だから皆さんも何か特定のものがあると思うんですよね。趣味だったりとか、これがあるからみたいな、そういったものだと思ってください。順調に登録者を増やし80万人を超え始めたあたりに、突然タックーさんから重大発表が。なんと高校卒業後に結成し解散したお笑いコンビオーキードーキーを再結成することが発表されたのです。コンビを解散した後、タックーさんは YouTube の道へ、相方の広大さんはフリー芸人の道へ進むことになりますが、そんな彼らが4年ぶりのお笑いコンビの活動を再開することになりました。このコンビ復活の背景について気になる人も多いと思いますが、実はタックーさんの説得があったそうです。彼はオーキードーキーで再び漫才をしたいというシンプルかつ深い思いを伝え、広大さんを説得し再結成することになりました。そして早速
ングコンビ復活を発表した数日後に大きい同期が再結成初の漫才を披露することに。ネタの名前は再結成。タックさんのサブチャンネルタック TV 大きい同期というチャンネルで実際にこのネタを見ることができるのですが、会場にいる観客はもちろん漫才をしている2人も楽しそうで、本当に心の底からお笑いが好きなんだなと感じました。そしてタックさんはコンビ復活とともにもう一つ大きな目標を掲げました。それはお笑い界の頂点を決める M1 グランプリへの挑戦です。タックさんは動画の一つのネタとして挑戦するのではなく、芸人から YouTuber になる人が多い中、 YouTuber から M1 の決勝に行ったら面白いんじゃないか、スルク高台とだったら可能性があるんじゃないかと感じたと動画内で真剣に思いを語っていました。そしてタックさんはこの挑戦を本当に実現させるため、また過酷な試練を自分たちに与えます。今ここです。再結成を決めた大きい同期に期待が高まっている中、無謀なチャレンジへと突き進んでしまいます。2020年3月14日に高台さんが一つのツイートを、なんと2020年6月の30日までにサブチャンネルタック TV 大きい同期のチャンネル登録者数が20万人、高台さんのツイッターアカウントのフォロワーが2万人を突破しなければ高台さんが引退することを発表したのです。なので目標値に届かなければ大きい同期は事実上解散となってしまいます。この無謀なチャレンジ、タックさんがタック TV レディオを開設した時と同じように彼らの強い意志と覚悟が伝わりますね。そしてこのことを発表してから高台さんはサブチャンネルの動画撮影、24時間配信、そして Amazon ギフト券を10万円も配るなどして Twitter のフォロワーとチャンネル登録者数を増やしていきました。タックさんもメインチャンネルで宣伝拡散し、サブチャンネルでは毎日寝ずに動画を撮って全速力で目標値を目指しました。しかし自分たちが決めたこの試練はそんな簡単なものではありませんでした。2人は最終日の6月30日を迎えてしまいますが、この時点でサブチャンネルの登録者数は187,588人、 Twitter のフォロワーは19,944人という結果に。そしてタックさんはこの最終日にどうにか目標値を超えるようにと20万人いかなければ即引退というタイトルで生放送をします。この配信では視聴者に登録を呼びかけるとともに、タックさんと交友関係のある有名 YouTuber ゆうたさんや直樹マンさんなどと通話し、さまざまな場所から拡散を手伝ってもらいました。そしてこの生配信を見ている視聴者も Twitter で拡散し、どうにか大きい同期の解散を阻もうとしましたが、結果 Twitter のフォロワーは目標値に達したものの、チャンネル登録者数が20万人に届かずタイムオーバーとなってしまいました。この配信後高台さんは引退を発表し、大きい同期は解散となってしまいます。視聴者の間では高台さんは何かしらの理由をつけて引退しないのではないかというような声が飛び交っていましたが、タックさんも Twitter で正式に引退したことを発表していたので、ネタではなく事実として受け入れるしかありません。そしてタックさんは目標の数値に届かなかったことに対して自分で決めた勝負に負けたと話し、自分たちは全力でやった結果がこれだったので単純な力不足だったと言い訳をせず現実を受け止めてまた前に進むことに。今回の試練は乗り越えることができませんでしたが、たった3ヶ月という短い期間で7万人近くチャンネル登録者数が増えたのは他の YouTuber と比べてもすごい実績だと思います。これだけ登録者数が一気に増えたのは、大きい同期としての2人の掛け合いで多くの人が笑いや楽しさを感じていたからでしょう。次のステージでいつかもう一度2人の絡みが見れることを期待しています。タックさんの生き様はいかがでしたでしょうか。彼が今 YouTube で大活躍できているのは全く伸びなかった最初の1年があったからこそだと思います。そして彼の魅力といえば動画のスタイルでもあるトークと思われがちですが、実はもっとパーソナルな部分にあると思います。メインチャンネル、農業チャンネル、相談赤、イベントへの出演など目まぐるしい日々を送っている場面でも疲れた顔を一切見せることなく元気に活動する彼の姿こそがここまで多くの人を魅了しているのでしょう。この先も僕たち視聴者が楽しめるような活躍を見せてくれると思います。一視聴者として応援しています。これからも有名 YouTuber や芸能人を取り上げていくのでチャンネル登録をお願いします。糸山チャンネルの糸山がお送りしました。糸山ちゃんブラボー。非常に聞いてて心地が良かったですよね。余計なものがない、おちんこフェイスとか省いてるところとか、これ素晴らしいですよ。これ僕も動画作成の上で原稿とか作るんでなんとなく分かるんですけど、すごい時間と技量だなと思いましたね。いや本当に今回ありがとうございました。チャンネルは概要欄に貼っております。さあというわけでご覧いただきました、あこんな感じかなって感じです。これからもトークと石卓提案で乗り切っていこうかなと思います。ちょっと新企画を含めてね、いろいろ考えてることあるんで一つ一つお知らせしていきます。はい、というわけで今日は以上です。100万人間近頑張っていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おやすみさん。